かまかまかまアイドルボックス、イエーイイエーイこの番組は大船ハニービーと日の出町セラビーの提供でお送りしております。ダブル MC の鈴木まりなとサリーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、本日も素敵なゲストが来ていますので、じゃあ一人ずつ自己紹介お願いします。はい、女優の雪平美穂です。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。みんなの永遠の褒めになりたいアイドルになりたいこんちかこです。よろしくお願いいたします。お願いします。モデル女優の寺島優美です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、自己紹介ありがとうございます。皆さん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、まあ、こんな始まりですけども、今年も楽しくワイワイできたらいいなと思っております。はい。みんな仲良しだから、あの女子会みたいな感じでね、うん、ねちょっとグダグダになっちゃうかもしれないけど、うんうん、でも1年早かったね、みんな早かったですね。早かったですよ、今年。うん、はい、だからちょっとみんなに去年の1年がどんな感じだったか振り返ってもらって、うんうん、去年はどんな年でしたかを一人ずつまた美穂ちゃんからお願いします。はい、去年はでも高校生だったので、まだなんか学校生活が、あの、なんて言うんでしょう、生活の中心というか、うんうん、もちろんなんですけど、やっぱ友達との思い出がすごく多いですね。いいね。卒業した年。はい、だよね、今年卒業しました。うんうんうん、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい時間差で言われた。卒業して女優さん始めたんだもんね。あ、そうですね、今年高校卒業してから本格的に、うん、あの動き始めるつもりだったので、卒業してからいろいろオーディションを受けたりしてます。うん、すごいです。本当ですね。ねえ、はい、考えてる。あれ舞台系だっけ、それともドラマ系？はい、あ、そうですね、あの、ドラマとか映画とかの映像系の方を中心に活動していきたいなと。うん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 、楽しみ。はい。ねえ。めっちゃ楽しみ。ねえ、見たいですよね。皆さんの演技。いやいや、まだまだあの未熟なもので。いや、そんなそんなそんな、ね、まだ何も出てない？はい、あの一回先月に、うん、なんて言うんでしょう、ウェブ CM というかブランドムービーみたいなものに参加させていただいて、うんうん、それが初めてのお仕事っていう感じですね。おめでとうございます。はい、乗ってますか？はい、うん、あ、まだ公開はされてないみたいです。あ、じゃあもうあれですか、ツイッターをあの見張ってれば。見張ってます。告知しようかなって思ってるので、ぜひお楽しみに待っていただけると。見張ってるわ。見張って。でもなくてインスタメインだっけ？あ、そうです。最近ツイッター更新できてないんですけど、ね、あの、うんうんうん、インスタの方中心に今動かしてるかなっていう感じなので、うんうん、もしかしたらインスタの方にポッと出るかもしれないです。うん、おお、かしこまりました。ありがとうございます。インスタまだやってないからぜひ。誰にも。わかりました。じゃあツイッターも、ね、あの、今年、今年始めよう。うんうん、おお、目標ができちゃうんだ、これはもう。抱負が。ね、いいじゃないですか。さすがです。早い。よし。じゃあ次はゆみちゃん。はい。去年は。去年は、あの、上京して、うん、高校卒業して上京してきた年です。で、結構、引っ越しとか結構大変だったんですよ。で、今大学通ってるんですけども、オールリモート
だったんですよ、春学期は。あ、そうなんですよ。で、秋学期はちょくちょく学校行くようになったんですけど、うんうんうん、それでも大変です。そうだよね、なんかリモートってね、うん、なんかもう聞き取れなかったら終わりだもんね。確かに。確かに。Wi-Fi のあれちょっと聞こえませんでした。確かに。みたいな。ね、録音とかできたらいいのにね。うん、確かに。あります、あります。オンデマンドでも、はい、できます。へぇ、みこちゃんと同い年？みこちゃんと同い年？いや、一個上です。私、帰国子女でちょっとあの学年の差が。そうだった、はい、あ、そうなんですよ、ね、なるほど、なるほど、なるほど、うんうん、え、どこに行ってたの？台湾、台湾に住んでました。かっこいい、羨ましいです。かっこいい。ちょっと連れてってくださいよ、今度。いいよ、来てよ。ねえ、うぅ。台湾料理美味しいもんね。めっちゃ美味しいです。もう今めちゃくちゃ恋しいんですよ。食べたことないな、台湾料理。売ってるよ、いろいろ。え、そうなの？東京で。そうなんですか。食べれるけど、ね、バリ高いんですよ。あ、そうなんですね。何があるっけ。なんかあれ、フォーとか。あ、フォーとかか。え、え。すごい間が絵に絵でしたよね、今。すみません。台湾料理ってなんだっけ。なんか揚げ物が多いんですけど、うんうん、屋台、屋台の名物としてチーパイっていうのが一番おすすめです。チーパイ、チーパイメモるか。チーパイ、ネイティブ、難しい。チーパイ、チーパイ、そうなんです。チーパイ、ありがとうございます。え、私も、もう、もう食べますね、もう。もう今日食べに行くんで。もう、食べてください。あの、収録部屋ですね。あの、収録部屋、あの、あれですね、チカ子がチーホイ、チーホイ、あ、何でしたっけ、チーパイ。チーパイ。チーパイ。ごめんなさい、本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。あれ、本当に聞いてたの、聞いてたの、本当にごめんなさい。ちょっと違うんですけど、ここに来るまでにちょっと間違えちゃいました。ありがとうございます。一回抜けて、また入ってくるって感じですか。いや、そうね。そうなんですよ。出入り自由で、もし出入り自由。出入り自由。ね、自由ですね、本当に。申し訳ないです、本当に。ありがとうございます。ありがとうございます。褒められてると思って。面白い。面白い。チーハイだよね。チーパイ。ね、チーハイ。チーハイ。パ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 イ。何入ってるんですか、中に。みんな聞こえてなかった。ね、あのチキンの、チキンの揚げ物です。あー、美味しそう。めっちゃ美味しいんですよ。唐揚げとちょっと違ってサクサクしてるんですよ、うん、サクサクして柔らかいお肉が中に入ってます。わー、美味しそう。肉汁ジュワーですよ。ジュワーですね。ジュワーです。やばいですね。やばい。口の大洪水でいきましょう。大洪水。ダムから。ダムダム。小学校で給食で出なかった。え、出てた？出てた、出てた。なんか給食で食べた覚えがある。すごい。そうなの。うん、小学校の頃。チーパイ？チーパイ。すごい。そうなの。え、献立に入ってたんですか？チーパイって。いや、なんか献立表見てないんですけど、今どういう食べ物なのか聞いて、うん、すごい給食で食べた記憶があります。でかいよね。でかい。だよね。缶ぐらいあるんですよ。でかい。そんなにでかいの？そうなんですよ。それで一食いけるんですよ。朝食の人として。すごい。すごい。すごい。え、ちょっと検索してみる、後で。ね、はい、ぜひぜひ。気になるね。してください。もうします。もうします。あの、あれ載ってないんですか？なんか、あの、ギネス記録みたいな。大きさの。大きさ。大きさの。知らないですね。あ、すいません。ですよね。私も、すみません、あの、そうですって言われても、へーっていう。本当にごめんなさい。見ないとね。ね、そう、見ないとね。じゃあ、ちょっと話を戻して、ゆうちゃんを。女優さん？モデルさん？え、両方やってます。うん、この間、事務所
に所属はしているんですけど、この間 YouTube に上がっている動画がありまして、その、はい、初めて主要キャスト的なで演じさせていただいたんですよ。見たホラーなんですけど、ぜひ見てください。はい。ホラー。ホラー。あの、オチの読めない怖い話っていうチャンネル、はい、ぜひ見てください。怖いですね、確かに。あれは怖い。絶対怖い。いや、オチの読めない話も怖いですね。怖いです。確かに。あの、もう恐怖ですよね。オチの読めない。本当に。確かに。うん。ありがとうございます。ね、気になる。ぜひ見てください。見ます、はい、見ます、ね、感想また聞きますんで、はい、もう絶対言わせていただきます。もう、はい、LINE でやったら長文みたいな感じで、ぜひ長押しで見れないくらい、ね、ありがとうございます。そうなんですね、はい、すごい楽しみです。どうしましょう、寝れなくなっちゃったらもう無理ですよ。大丈夫。もう本当ですか。それ見た後にお笑い見れば大丈夫。その戦法で活かしていただきます。それいいね。お笑いを3本くらい見とけば大丈夫。あ、そうだね。確かに。お笑い見ながら並行してもいいと思います。で、最後お笑いで終わると寝れるかもしれない。確かに確かに。もう感情おかしくなりそうですね。確かに。それの先方で行かせていただきます、本当に、うん、はい、ぜひいい先方。よし、じゃあ今度はこんちゃん、去年は、はい、去年ですね、去年は、うん、自分を見つめ直す年になりましたって、うん、いろんな人が言ってるなって思います。ちょっとそんなもう23歳、そんな大それたこと言えなくて、うん、なんでしょう、私も社会人1年目だったんですよ。うん、はい、なので、なんか、なんて言うんでしょう。どれが、あれ、コロナですごかったじゃないですか、この時期。うん、はい、なので、なんか、普通っていうものがこれなのか、うん、来年どうなるのかっていうワクワクと不安でいっぱいですね、うん、今。なるほどね。確かに。確かに、確かに。今年はなんか、よくわからない年で終わったイメージがあります。って感じですね。確かに。そうです、そんな感じです、本当に、うん、ちゃんと動けないですもんね。ねえ、ねえ、はい、本当にって感じですね。そうなんです。今日もあれですね、紙の紙パックじゃなくて、何ですか、なんか紙皿あるじゃないですか。あれでケーキを焼いたんですよ。うんうん、そしたらなんか周りにある髪の毛ボコ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 って膨らんでっちゃって、あ、もう怖かったね、もう恐怖ですね、もう本当に。それは恐怖だ。呪術回戦見てるみたいでした、リアル。大好き大好き。ですね。なので、まあよくわかんないなって思いながら1年が終わりましたって感じで。ちなみに何ケーキだったの？ケーキはですね、普通のシフォンケーキみたいな感じですね。うん、シフォンケーキのちょっと膨らまない感じに、ありがとうございます。膨らまない感じにしましたけど、いつも失敗すんで。すごい。ケーキ作れるのすごいね、でも。女子力すごい。女子力。いや、もう本当にもう、ありったけの材料で作ったよって歌になってる。もう本当に卵買いすぎちゃって、そうなんですよ、やばいやばい、つかないとって言って、急いでやりました。表現ギリギリで急いだらそうなってる。わかる、卵余るよね。余るね。安い時に買ったら本当に。あー、なるほど。安いと賞味期限が短いから、はい、そうだよね。うん、そうなんですね。こんちゃんの衝撃。超びっくりしました。安いなと思うと、確かにいつの間にか切れてるなって思ってました。ありがとうございます。よかったね。去年のそれでいいの？ね、去年はもうそうですね。去年はまあ
あの、いろいろまあ自分を見つめ直すというか、うん、あれですね、うん、あの、なんか自分のやりたいこととかも、うん、あの、ちゃんと見つけたり、うん、あとは、なんか、いろんなことに挑戦しました。なんか、自分が何を本当にやりたいことっていうのは思ってるけど、でも実際本当に好きなのかって言われたら、うんうん、なんかどうなのかなって思ったりもする時期もあって、うんうん、なので、なんかその、いろいろやってみて、その中で本当に楽しいものっていうものを見つけられた年になったんではないかって思います。うんうん、素晴らしい。深い。素晴らしい。リモートじゃなくて初めてライブやったんだよね。そうです。ね、楽しかった。ビリも、ビリも出てたよね。え、ありがとうございます。そうだよね。ありがとうございます。もう、はい、もう、いっぱいいろんなことが起きてるから、ケーキで終わるのはもったいない。確かに、いや本当になんかもう今を生きすぎて、うん、私の今はなんかやばい卵まだあるわっていう、だし巻きって言ったらすぐいいですね、いいですよね、まずいいですね、うん、それ行くしかないですね、もう卵いっぱい使うもんね、はい、うん、そうなんだ、ちょっとありがとうございます、ぜひぜひ、だし、うん、もあるんだよ本当に、だしも買いすぎちゃったあれみたいな本当にありがとうございます、ぜひそれで行かせていただきます、ね、ありがとうございます、はい、じゃあマリーナお願いします、そうですね、私は、うん、なんだろうね、でもなんか本当にもう自分のやりたいことをやってきた年かなって感じで、映画が出てるもんね、そう、なんかね、うん、なんだろう本当に、あでもなんかその今までの努力が実ったのかなっていうのはすごいです、ね、ちょっとあるかな、わかんないけど、うん、そう、まだその完全にこうあれじゃないけど、うん、そなんかちょっとずつのこの積み重ねが去年の一昨年か、はい、一昨年なんかわかんなくなっちゃう、うん、の積み重ねがなんかだんだん結果になってきたのかなっていう、うん、のがかな、すごい年が、いい年、ね、尊敬します、ね、いやいやいや、映画見たくて、そう、ね、そう、あの3月どうしたら見れるんだろうと思って、うん、ね、あの来年にね公開されるんで、うん、そう今年の3月に、はい、あの、うん、2個映画に出させていただいて、すごい、その大先輩すごい、そういや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 、もうあの短編映画の、うん、あのバーグ連帯で会いましょうっていうのの、うん、なんかあの主役の殺し屋の役をやらせて、殺し屋なんですか、かっこいい、そうナイフでいっぱい切るんですかそう、なんかあの 銃を持ってなんかちょっとかっこいい感じの、かっこいい、そうやっぱピチッとしたあのなんかあのなんて言うんだろう、キャットスーツみたいな、そうそうそう、着たりとか、あ、キャットスーツじゃないな、普通のスーツみたいなやつめっちゃ重た、大丈夫大丈夫です、隙間だけです、隙間だけですそう、あとは、そう、もう一個がその長編の映画で初めて準主演で、そう、出させていただいて、でもその役が、うん、あの、あんたブスねっていう映画の、あの、ネガティブなブス役に、でも出させてもらったんですよ。もったいない、そうなんです。なんか予告編見ただけですごい面白そう。そう、そうの、コメディ映画で、本当にあの、すごい面白い映画に、うん、なんか涙あり笑いありの本当にすごいそれすごい面白い映画なので、うん、それが1月かな、1月28日から、楽しみ、公開の映画です、見に行きたいです、です、ね、ぜひぜひ、はい、そう、東京で、ちょっとコロナがね、あれが、ね、今ね増えてるからちょっと怖いんですけど、確かに、ね、3月だったら収まってることを、ね、一緒になりましょう、はい、ではそろそろ曲紹介に行きたいと思います、お願いします、はい、はい、曲紹介お願いします、はい、ハニーワークスさんの東京ウィンターセッションです、お願いします、はい、ありがとうございましたありがとうございました、ありがとうございました、ね、冬の曲 ね, ねいいですね、もうイベント盛りだくさんですね、ね、はい、そうです、本当に、本当に、うん、
いやもういやなんかあと5分くらいしかないって聞いて何かなってみたいな、やばいですね、もう本当に早く言い出したっていうことで、早い、まあ、見つめる年だったって感じですね、本当にね行く年来る年、うん、いや何を言ってるのかわかんないけどね、いや NHK ですね、 NHK の番組ありますよね、 NHK だよね多分あります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 、うん、行きましょう、じゃあじゃあとりあえず告知して終わろうか、はい、とりあえずじゃあみほちゃんから、はい、ちょっといろいろ告知をお願いします、はい、特にあの出演の告知はないんですけれども、今 SNS を頑張っているので、インスタ、ツイッター、ゆきひらみほで検索していただけますと出てきますので、ぜひチェックしてみてください。今後の出演の告知はそっちでしていくつもりなので、ぜひ張り付いて見ていただけると嬉しいです、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。検索するときに漢字が雪に型、うん、型だよね、そうですね、あの型でひらって読むって書くと雪ひらで出てくるので、うんうんうん、せっぺんで打ってもらえると、なるほど、み、はい、が美しいに、はい、穂が、うんうん、なんか収穫する感じの収穫、稲穂の方ですね収穫穂だよね、そうなんですよ、稲穂の方、はい、はい、そうですそうです一瞬お米になっちゃったそうそうなんですよ、ゆきらみこめみこめみこめみわいみわいですね、かわいいそうなんですよ、漢字がちょっと難しいんですけど、ありがとうございます、うん、はい、それで検索してください、はい、お願いします、はい、はい、じゃあゆみちゃん、はい、私さっきも言いましたように、あのオチの読めない怖い話に一つ出演させていただいているので、ぜひよかったら見てください。そして私もツイッターとインスタで活動しているので、よかったら寺島ゆみと検索してください。結構毎日更新しているので、よかったら見てくださいはい、それも漢字は、はい、漢字寺、寺、お寺の寺に、島は山に鳥です、山に鳥で、ゆうはゆう天寺のゆうで、みは未来のみです、ぜひ、未来のみ、はい、ぜひ検索よろしくお願いします、お願いしますよし、じゃあこんちゃん、はい、お願いします。こんちかこ、SNS やってます。主に一番あの情報を流しているのはツイッターです。なので、はい、もしよろしければツイッターのこんちかこを検索して、まあできればなんですけど、あ、でもちょっとうるさいかな。あのベルのボタンを押して、あの、なんですか、通知が行くようにしてくれたら嬉しい。大丈夫です。ありがとうございます。あと、はい、私 YouTube 上げてます。皆さん、もしよければ、うん、あの、今この収録日の最新はタランチュラを食べてみたで終わっていますので、皆さん見てくださると幸いです。やろう、タランチュラ食べれるの、めっちゃ気になるそうなんですよ、食べれるんですよ。あと2匹ありますよ、持ってきますか、本物じゃないよね、あ、乾物ですね、乾物、あ、乾物、乾燥した本物があるんだ、へえ、乾燥した本物、はいすいません、ごめんなさい、はい、皆さんよろしくお願いいたします、ありがとうございます、はい、検索しますじゃあ、はい、マリーナ、はい、鈴木マリナは4月の28日に、アンタブスネ長編の映画で準主演でネガティブなブス役で出ておりますのでぜひご覧ください、絶対見たい、はい、絶対絶対、はい、はい、じゃあ最後にサリーは、サリーちゃんやってます、SARIII2 つで検索してください、はい、じゃあそれではお時間が来ましたので、来週もお楽しみに、鎌倉アイドルボックスでした、バイバイ、バイバイ、バイバイ。